こんにちは、ひらはなです。外国人ですが日本に住んでいて今12年です。旅行とグルメ大好きなので、こちらのチャンネルでは国内旅行、海外旅行、文化の違い、美味しい食べ物や飲み歩くについていろんな動画を配信しています。少しでも楽しんでいただければとても嬉しいです。どうしよう。とりあえず、はい、皆さん、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うわー、暑くて進めない。昨日到着したんですけど、まだ全然オリオンビール飲む機会がなくて、こんな感じです。で、ですね、結構いろいろ頼んだんですけど、一番先に来てるのは、はい、海ぶどう、あとマグロの三点のりですね。赤身、中トロと大トロです。でね、ここはね、私聞いた話なんですけど、もう本当に石垣島で最も予約取れづらいところで、なんか自分も、まあ、なんか電話してみたんですけど、そう、電話がつながらなくて、まあ、とりあえず一旦は当日予約みたいな感じで、まあ、なんか店に来て、まあ、電話番号を伝えると、まあ、席が空いたらなんか電話してご案内してくれるみたいな感じになってるんですけど、でそれも、まあ、とりあえず早めに着いて受付すればいいかなと思って、もう まさか、あ、今でも入れますよって言われました。いやー、もう本当にラッキーですよね。入れるとしてもすごい遅くなるかなと思ったんですけど、今のところはね、一応6時半から入ってます。ただし多分夜遅い方で予約が入ってて、だから6時半店に入って7時ラストオーダーで、で席が8時までっていう感じやってます。じゃあ梅ぶどういただきます。やっぱり梅ぶどうが一番食べたいです。マグロの中身からいただきたいと思います溶けてる。なんかお箸で掴むとなんかシャーってなるぐらいですね、柔らかさ。じゃあ大トロさん行きたいと思います。大トロですね。変えることができます。お寿司も来てます。はい、でこちらですね、あのカマトゴロ、あと石垣牛のパレと塩です。どっちから行こうかな。石垣牛の塩です。でそのまま食べてください。それになります。もう一旦メニュー見ます。絶対頼みすぎました、マジで。
しいです。これね、あと10個ぐらい欲しいです。いや、マジで本当に美味しい。でもね、食べログ評価もすごい高いし、でなんかコメントもめっちゃ美味しいって書いてあるし、で予約は確かに取りづらいかもしれないんですけど、今マジで行くべきです。あとね、一つだけマイナスがあって、メニューが多すぎて決められない。特に一人で来てる時はね。誰かと一緒に来ればよかったな。はい、一杯目完了。次は牛のタレです。なんかね、石垣牛はね、結構噛み応えがあっていいですね。おかわり来ちゃいました。今日はね、視聴者さんに会ってたくさんおしゃべりができたので、なんかさらにこういうのは、なんだろう、こう動画撮ってるだけじゃなくて、視聴者さんとのつながりを感じてる日です。なんで一杯飲みたいと思います。関係ないかい。これはね、絶対食べるべきっていうのは、食べログのコメントで書いてあって、イカスミチャーハンでございます。もう真っ黒な色の上で、しかもね、サイズはハブなんですよ。ハブですよ、これ。やばくないですか。普通に1人前っていうか、2人前じゃないかいっていう感じですね。で、これもいただきたいと思います。ほら、なんかイカもちゃんと乗ってます。うまっ。なんかニンニクも効いてて、しかもイカの食感も美味しい。めっちゃ楽しいこれ。うまい、うまい。イカスミパスタ確かに食べたことあるんですけど、チャーハンこういうのは初めて見た。食べたこともあるし、東京でもたまに、買ったりとかするんですけど、天ぷらっていうのはちょっと初めてです。というか飲むペースは早くなくて2杯目なんですけど、やっぱりオリオンビール飲みやすいですね。お姉さんにめちゃくちゃ心配されたんですけど、なんか、おかわりのビールってまだ来てないですかって言われたんですが、ごめんなさい、これ2杯で飲み終わってますって感じでした。はい、あんまりお酒飲みに見えないかな、私は。いや、おそらくこの塩をつけて食べるんですけど、1個が普通の塩で、もう1個はカレー粉。ちょっと説明がなかったんですけど、色的にはそっちかな。とりあえず普通の塩でいただきます。天ぷらにして
ってるだろうけど、うん、なんていうの、こういう感じのところで食べるのが初めてです。もうすぐを揚げてるっていうよりかは、天ぷら粉と混ぜて揚げてるって感じですね。つけてみました。私はね、カルコ派です。刺身の盛り合わせです。最高すぎる。じゃあ、3杯目でございます。これはね、石垣のハイボールです。普通のハイボールは何が違うというと、雨漏りを使ってます。はい、まあ、ミスキーじゃないハイボールですね。いいと思いますが、色が半端ないです。濃い。昨日も同じ問題あったんですけど、なんか、ね、石垣の人ってみんなお酒濃い方が好きですね。おー、はい、とりあえず車庫外から行きます。シャコガイは食べたことないし、6月から8月が、まあ、シーズンになってるので、まあ、今の季節っていうことで出てます。美味しかったっ言い方がおかしくてごめんなさいと。食べたことないもんなんで、まあ、でも貝だから一応シェクシェクしてるかな。ていうか今日はね、あのカビラ湾に行って、これはね、山ほど見ました。うまいね。なんか食べたことがなくて、見た目的にはちょっとなんか海の香りが強いかなと思ったんですけど、全然そういうことがなくて、うん、美味しいです。赤ビラで伝わるほどわからないんですけど、なんかそういう風に見るとちょっと濡れてる体なのかもしれないですけど、なんか名前が入ってるここ見ちゃいます。あとウニですね。ウニはねそんなに好きじゃないんですけど、一応ここで魚なんでも美味しいって言われたので頼んでみました。てかウニのそうめんチャンプルもあったんですけど、あれはすごい気になってました。次はラナ大好きなイカ。イカっていうか、マイカですね。なんか一度も食べた感じだとすごい噛み応えがあるやつですね。じゃあ比べて水頼もうかな。そしたら私、自宅でもよく食べるカンパチ。
ラフテ食べたんですけど、このフォグ全然レベルが違う。私のフォグ全然うまい。持ち帰りにしてくれました。何でしたっけ、もずぐの天ぷらとチャーハンですよね。じゃあ今日の動画はこんな感じです。いやもう本当にめちゃくちゃ美味しかったですね。いやもちろんね、食べログの評価も高いし、口コミも見たらすごい美味しい美味しいってみんな言ってるし、で大人気で基本的には入れないって感じなんですけど、それにしても思ってたよりかは全然良かったです。とか光が消えて全然顔が見えなくなったちょっと待ってください。あ、明るいところありますね。石垣島に来たら必ずそちらに行ってください。あとね、多分、まあ、今の私の意見なんですけど、別に石垣島に予定がなくてももうこの人志っていう居酒屋に行きたくなったぐらいで、まあ行く価値があると思います。はい、じゃあ今日はまあちょっと寄ってるんですけど、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、なんか意見とかございましたらぜひコメントで聞かせてください。あと皆さんもなんか私頼んだものの中では、別に頼んでないものでもいいんですけど、一番気になったメニューとか何かあったらぜひ教えてください。次回頼みます。次回はいつになるのわかんないんですけど、とりあえずまた石垣島に行くことになったらぜひそちらに行きたいと思います。はい、じゃあ見てくれてありがとうございます。じゃあねー、おやすみー。